How to Revit Basic スノーオータムがお届けします。 1-1-29 プロパティパレットを使用します。 Vim シムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。プロパティパレットを使用します。通常レビットのセッション中はプロパティパレットが開いたままになるため次の操作を行うことができます。タイプセレクターを使用して作図領域に配置する要素のタイプを選択するか、すでに配置されている要素のタイプを変更します。サンプルファイルを使ってご説明したいかと思います。例えば、しまうことができます。配置する要素または作図領域で選択した要素のプロパティを表示及び修正することができます。例えばですね、バーの椅子に変えたいなど変更することが可能です。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。